いや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 、すごいっすね。皆さん、こんにちは。スタイリストの大山俊です。今日はですね、こちら、皆さんひょっとしたらちょっと見覚えがあるかもしれないんですが、実はですね、GU さんのプレスルームにお邪魔しています。こちらがですね、夏のコレクションですね。こちらのアイテムの中から僕たち大人世代に着れそうなものがないかということで、ちょっといろいろと発掘してみたいなと思うので、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思っています。前回と比べるとちょっと華やかさがバージョンアップしてますよね、これね。だいぶこう2段階3段階とバージョンアップしていて、見ていてね、僕もちょっと目がね、こうキラキラするぐらいなんか眩しく感じるんですが、めちゃくちゃ素敵なものが多いですね。この中からちょっとトレンド的なもので大人世代でも取り入れられそうなものですね、いろいろと見ていきたいなと思いますので、早速行ってみましょうかね。はい、まずはですね、こちらのゾーンから見ていきましょうか。すでに店頭にも並んでるものもあるということなんですけども、いいですよね。ちょっとこのね、マネキンに着せてある状態から見たいなと思うんですけども、ちょっと今季は僕ら大人世代にも使いやすそうな、ちょっとね、こういったミリタリーテイストのシャツとか、このあたりなんかめちゃくちゃ良くないですか？なんかベージュなんですけども、ちょっとこう、華やかさもあって、春らしさもあるような、すごくいい色合いで、これはなんか、僕持ってそうな感じがするぐらいなんか親近感湧くアイテムですね。あとこのバンドカラーシャツ好きとしてはこれたまらない一枚を発見してしまいましたね。なんか春らしい、これもブルー系のストライプで清涼感あって、でちょっとサイズ感ワイドなんですよね。これまたね、いいですよね。ちょっと肩も落ちている感じとか、これはなんか一枚で主役的に着ても T シャツの上にね重ね着してもいいので、これもいいですね。いやー、なんかちょっと魅力的なもの多すぎじゃないですか。はい、見てください。これもなんか普段僕着てそうな感じですね。めちゃくちゃ好きなラインですね。はい、見てください。結構ね、置いてあるもの L なので、僕にしてちょっと着丈は長いかなと思うんですが、すごく素敵なシャツですね。素材の質感もいいですよね。見てください、このね、ちょっと滑らかな光沢感と発色の綺麗な雰囲気ですね。これが1990円だと誰が気づくかというレベル感ですね。なかなかいい色合いですね。これだとか、あとはこういったちょっとホワイト、オフホワイトベースのこういったストライプもいいですよね。これも様になるな。いいな。これもちょっと気になりますね。そして、ボトムスのシルエットもね、またちょっと新鮮ですよね。かなりワイドめですよね。ちょっとじゃあ、この辺りの僕オリーブ大好き人間なんで、これもいいっすね。極太ですか。すごいっすね。でもなんかこうね、前から見た感じはゴムがなくて後ろはあって、リラックス感はあると、この素材のシャカシャカ感がなんか雰囲気あっていいですよね。こういったパンツって見た目よりも実際に履いてみるとそこまでワイド感ないので、意外と使いやすいのでトライしてみたい一本ですね。これで2990円か。恐ろしいですね。めちゃくちゃこれも注目の一本じゃないかなと思います。なんかこういったちょっとミリタリーっぽいアイテムに対して、クリーンなこういったブルー系のシャツ合わせて大人感出してあげるといいと思うんですよね。上下両方ともカジュアルだと、ちょっと最初は難しいかなっていう時にも、片方が綺麗めだとすごく合わせやすいので、このスタイリングなんかは良さそうですよね。いいなぁ。ちょっとなぁ。この中でちょっと僕も一個着てみたいですね。これかな？半袖シャツですね。これ良くないですか？これも僕の大好きなオリーブ系の色で、ちょっとワークだとかミリタリーテイストな雰囲気ですね。襟もですね、レギュラーカラーで小襟になっていて、下は T シャツ着てもいいし、なんかこんな感じで第一ボタンまでちゃんと締めて、小綺麗に着るのなんかすごくいいかなと思うので、ちょっとこれ着てみたいと思います。はい、着てきました。どうでしょうか？いいじゃないですか。気に入りましたね。サイズ的に L なので、ちょっと大きくはあるんですが、これぐらいで着るのも好きな方いらっしゃるんじゃないのかなと思います。個人的には身長164センチ53キロなので、M サイズぐらいでもいいかなと思うんですが、いいですね。これまた質感もすごくいいし、ボタンの雰囲気までもね、ちゃんとこう、綺麗に再現してあるので、この感じも含めて、すごくいいですよね。色味もオリーブなんだけども、いわゆるゴリゴリの軍物って感じじゃなくて、ちょっとなんか
大人っぽく綺麗な感じもあるので、この色合いであれば、ちょっとこういったミリタリーライクなアイテムもいいんじゃないのかなと思いますね。いいですね。これに対して、まあ、今白パン履いてますけども、これもいいですよね。ワイドなカーゴパンツ。サイドから見るとこういったポケットついてるんですけども、これも太いですね。でもなんか白パンって失敗するとちょっとこう小切れになりすぎちゃうので、これぐらいのワイド感だとか、ちょっとこういったカーゴっぽいモチーフのものだとなんか小切れに見えすぎないので、僕はこの感じすごく好きですね。こういったパンツも合わせてもらうといいかもしれません。はい、このゾーンで結構時間を使ってしまいましたが、こっちにも行ってみましょうか。こちらはですね、スウェッティーって書いてありますね。スウェットと T シャツがこうガシャンコしたみたいな、そんなイメージのアイテムかなと思うんですが、ちょっと見てみましょうかね。このあたり色も綺麗ですよね。まさにこうスウェット的な、こういったガゼットとかのね、ディティールがまさに特徴的かなと思うんですけども、ここら辺を活かしつつ、厚みに関しては T シャツですね。なので、まあ、こういったディティールを T シャツで表現しているってとこでは、すごくなんか今っぽくていいですね。まあ、夏の T シャツって、ちょっとこう退屈に感じることがあったりするので、このようなディティールとか、ゆったりめの雰囲気だとか、あとはカラーの雰囲気ですよね。まあ、こういったライトブルーなんかもいいし、あとは、まあちょっと思い切ってね、こういったイエロー系に振ってあげても、なかなか素敵な雰囲気かなと思いますね。いいですね。これもなんかちょっと夏場に着てみたい一枚かなと思いますね。カラー展開豊富で、まあ本当にベーシックに行きたいのであれば、ネイビーブラック系、このあたりから入ると大人世代はいいかなと思っていて、ここでなんか慣れていいなと思ったら、ちょっと綺麗な色でライトブルー、このあたりに行くと入りやすいんじゃないのかなと思いますね。ネイビーだったら白パンと合うし、ブルーだったらブラック系のパンツとかでも合わせてもいいかなと思うので、まあ、ぜひそんな感じで使っていただければなと思います。いいですね。これが1490円。これまたコスパのいい価格帯で素晴らしいですね。はい。お、ちなみにボーダーとかもある。これまた違うんですね。またこれも違うバリエーションですが、またボーダーも今季はちょっと着てみたいなという雰囲気の1枚なので、これまたちょっとオーバーサイズに振ってあって1枚でもいいし、まあ先ほどのようなミリタリーっぽいシャツの内側に着てあげてもバランスいいかなと思うので、これもなかなか良さそうなので、ぜひチェックしてみてください。続いてですね、向こうの方行ってみましょうかね。まあなんか見るところいっぱいあってどうしようって感じなんですけども、いいですね。こっちはポロシャツコーナーですかね。なかなかこれもいいバリエーションありますね。ちょっとこうワイド感のあるポロシャツ、いいですね。なんか大人世代のポロシャツっていうと、どうしてもちょっとおじさんっぽいイメージもあったりするんですけど、ちょっとサイズ感をこうアップしていただいて、ゆったりめに着ると今っぽさが出るかなと思いますし、あとこの色がいいですね。ダークグリーン系の色味ですかね。こういったちょっと鮮やかな色着てあげるとすごく今っぽくて雰囲気いいんじゃないですかね。これまたどうでしょうか。皆さん良さそうじゃないですか。ぜひトライしていただきたいですね。素材感もいいですよね。なんかこの価格帯でこの質感出されるとなかなか他のお店困っちゃうような感じですよね。すごく仕上がりいいかなと思いますね。はい。あとはですね、ちょっと気になってたのはこちらですね。なんかちょっとストリート感もあっていいなと思うんですよ。オンブレチェック。よくないですかね、これ。僕もチェックのシャツあんまり着ないんですけど、こういったちょっとにじんだ感じのオンブレチェックは、なんか今っぽくて雰囲気いいなと思うので、ちょっとこの感じは皆さんも見たことがないかなと思うので、ちょっとこちらも着てみたいと思います。はい、着てきましたが、どうでしょうか。これまた新鮮じゃないですか。僕もね、ちょっと今まででは、ないようなアプローチでちょっとワクワクしてるんですけども、まあ、こういったオンブレチェックでもブラックとグレー系の2色なので、割とこうモノトーンなので大人っぽく着れるんじゃないのかなと思いますね。まあ夏ってどうしても着こなしが単調に見えがちなので、ちょっとこういったねチェック柄みたいなものを取り入れてもらうとまた雰囲気出るんじゃないかなと思いますね。今白パンで合わせてるので、まあさらにこう夏っぽい感じなんかが出るかなと思うんですけども、ぜひ皆さんもですね、ちょっとねマンネリ化しがちなところにいいアクセントとして使ってもらうと、これはなんか新鮮な気持ちになりますね。
ちなみにこれはさっきのシャツよりは少しサイズ感としては大きすぎないかなってところなので M サイズですね。僕にとってはもう一つ、コンパクトなサイズでもいいかなと思うんですが、これぐらいで着てあげても違和感はないかなと思うので、なかなかいいんじゃないでしょうか。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。はい、続いてですね、こっちの方に行ってみましょうかね。もうショートパンツですよ。まだね、冬終わったばっかりの気もしますが、あっという間に季節は進んでね、5月ぐらいには結構もうショートパンツ履けるようなね、ところもあるかなと思うので、いいですね。このあたりのちょっとシャカシャカ感のあるね、ショートパンツ、いいじゃないですか。グリーン系のね、360度ゴムが入っていて、こういったものもなんかすごく使い勝手良さそうだし、パープルとかね、色味も綺麗なもの多いので、ちょっとね、今年は旅行に行きたいって方は、これぐらい振り切ってもらっても、なかなかいいんじゃないのかなと思いますね。ショートパンツね、いいですね。なんかプリント T シャツもなんか雰囲気いいですよね。これだったら、前から見た感じ、胸にワンポイントあるだけなので、割と重ね着もしやすいし、バックプリントもなんか可愛いですよね。このちょっとお花の感じも白ベースなので、そんなにこう強くなりすぎないし、これぐらいだったらすごくバランスいいんじゃないのかなと思いますね。これに対してなんかショートパンツ合わせてみたいなスタイリングもいいかなと思うので、夏場いいですね。こんな感じでちょっと今年の夏はね、いろいろ遊びに行きたいですね。この T シャツいいな。あとはですね、やっぱり気になるのはこういったシャツとか、やっぱり好きですよね。やっぱりなんだかんだで好きなんですよね。ちょっとリネンとコットンですかがブレンドされていて、まさに今時期から着れるようなシャツ、これは僕大好物ですね。これも着ないわけにはいかないので、ちょっと着させてもらいたいなと思います。はい、着替えてきました。どうでしょうか。これまたいいですね。もう今すぐこれでいけますね。このまま帰りたいような感じですが、なかなか雰囲気いいですね。なんか色の表現ですよね。これまたオリーブで、ちょっとシワの感じもありつつ、だけどもだらしなく見えないようなこの感じはすごくいいですね。僕このサイズでいいような気がするんですけど、皆さんいかがでしょうか。普段だとやっぱり M が多いんですけど、なんかね、さらにワンサイズ上げてもトレンド感あってすごくいいなと思いました。先ほどね、選んだ T シャツですね、ちょっと胸にワンポイントありますけども、その上に今重ね着をしてるんですけども、まあ、こういったスタイリングすごくいいなと思いました。意外とこういったシャツって着れる時期長くて、内側に T シャツとか着てもらえば結構長くいけるし、あとは腕まくりとかしてもらえば結構夏場でもショートパンツとかと合わせながらで着れたりするので、結構一枚あると長い期間使えるかなと思うので、ぜひ皆さんもこれワードローブの一つにね、加えていただけるといいかなと思います。これはすごい気に入りましたね。こういったね、ちょっとスキッパータイプのフォロも透け感があってまたいいし、ちょっとなんか大人っぽいもの増えた感じしますね。これは僕のチャンネルでも今後ね、またさらに皆さんにご紹介ができるかなと思いますね。で、ラスト、小物もね、また色々と充実してますね。このリアルレザー系がやっぱりすごいよな。見てください皆さん、このあたりのね、サンダル、まさしく夏場にちょっと足元でアクセント出してあげるっていうのもすごくいいかなと思うんですが、このあたりいいんじゃないですか。ちょっとね、早速履いてみましょうか。これまたいいですよね。いいですね。まあ、スウェードの素材でリアルレザーで、これで3990円でしたっけ。いやー、ちょっとまたこれまた恐ろしいサンダルが出てしまいましたね。まあ、通常のサンダルではね、ちょっとこう満足できないってことでも、こういったベルトがダブルの使いになっていて、このあたりもね、すごくトレンド感あっていいですね。いいな、白パンで合わせてもいいし、ちょっと白ソックス系で早めに履いてもらうのもいいし、真夏だったら素足でもいいかなと思うので、これも含めてぜひチェックしていただきたいですね。キャップ類もいろいろありますね。ちょっとこなれた感じのね、キャップとか、なかなかいいんじゃないですか。ちょっと汗感があって、このあたりのグリーン系もいいですよね。ショートパンツと含めて、このあたりも使ってもらい、あとはね、ちょっとこういったショルダー系のバッグなんかで、少しアクセントをね、着こなしに出してもらうのもいいかなと思うんで、いいですね。特に T シャツ1枚のスタイルだと、ちょっとなんか退屈に見える時なんかは、こういったものをね、ショルダータイプ入れてもらうのもいいかなと思うので、ちょっと小物もいろいろ楽しみですね。ぜひ皆さん、チェックしていただければなと思っています。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですね、GU さんのプレスルームにお邪魔しまして、夏の新作コレクションを皆さんにご紹介させていただきました。本当にですね、いいものが多くて、なおかつなんか大人世代にも使いやすいものが多かったので、まあ、今季ちょっとサイズ感上げて大人っぽいもの着てみたいなとか、ちょっとこうベーシックな着こなしに少し飽きてきたら、少しずつこうミックスしながら今っぽさだとかトレンド感をミックスしてあげると、だいぶ新鮮な気持ちになるかなと思うので、ぜひ皆さん店頭でチェックをしていただいたり、あとオンラインも含めてね、お買い物できるかなと思うので、ぜひですねチェックをしていただきたいなと思っています。僕もね、個人的に欲しいものがたくさんあって、まあ、特に半袖のミリタリーっぽいオリーブのシャツだとか、このあたりはもう本当にすぐ着たいなと思うものだったので、ぜひ皆さんもですね、チェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。